人民共和国のビデオブロガー。伝統的な中国料理や生活風景をテーマとした動画を配信する。ウェーブはや YouTube などのサービスで動画配信を行う。動画は主に、四川省面ミヨの山中を舞台に作成される。理想的な田園生活、田舎を舞台に、伝統的中国文化様式で暮らす姿から、選挙ともあだなされる。 チャンネル登録者は1600万人を数え、YouTube の中国語チャンネルにおける最多登録者数というギネス世界記録を持つ。2021年7月以降に更新が停止。1990年に中国四川省に生まれる。幼少期に両親が離婚、実母は家を出て、後に父とママ母と暮らすこととなる。しかし、父が死別し、 ママ母によるいじめを受けたこと等から、田舎の祖父母に引き取られ生活をしていた。祖父の死後、祖母は教育費を払うことができなかったため、14歳で学校を中退し町で働き始め、歌手、ウェイトレス、ディスクジョッキー等の仕事をしていたが、2012年に祖母の看病のために田舎暮らしを始めた。生活のためにネットショップを開設したことをきっかけに、李は、 商品販売のための動画の配信を始める。2016年3月頃から、パクに動画投稿を始めた。当初は全く注目されなかったが、動画撮影チームを作成して、撮影を継続し、2017年には、リの作成する動画の再生回数は30億回を超え、中国内外でも著名なビデオブロガーとなった。リの動画は主に、 四川省面用紙の山中を舞台とし、屋外で伝統的な手法を用いて調理する姿が撮影される。撮影に用いられる中庭には、色とりどりの樹木、花、野菜などが植えられ、田園風景の美しさが切り取られる。動画の中で彼女が喋る部分は少ない。また、セルフブランディングが重視されており、広告収入を目的とした。 ショートタイムの宣伝動画が挿入されないことも特徴の一つである。2018年、新、万生活をテーマとした食品ブランド、リコを始める。この公式ショップは開始当日に2000万円を売り上げた。2019年には、ホーブス中国版で最新50人のオピニオンリーダーの一人に選ばれた。ありがとうございます。